滝沢社長の覚悟、戸辺のタレント保護に挑む脅威の戦略。誹謗中傷の裏側、ナンバーアンダーラインアイファンが語る驚愕の真実。芸能界の光と影は、ファンにとっては夢の舞台であり、同時に暗い影もつきまとう現実がある。戸辺に所属するナンバーアンダーラインアイが誹謗中傷の対象となり、多くのファンや関係者から意見が寄せられていることは、その一端を示している。 滝沢社長がタレントを守る姿勢に感謝する声が多い中、誹謗中傷に対する憤りも多く聞かれる。登録者4万人おめでとうございます。滝沢社長は本当にタレントを守ろうとしていて感無量です。いつもありがとうございます。といった感謝の言葉は、滝沢社長の尽力に対する評価の高さを物語っている。一方で、誹謗中傷で相手を下げると、 自分の推しが上がるように見えるだけで、実はライバルもいなく刺激もない環境に彼らを置いてしまうだけという意見は、誹謗中傷の持つ負の側面を鋭く指摘している。誹謗中傷の背景には嫉妬や無知があることが多い。誹謗中傷すごいんですね。闇かなという声は、まさにその一例だ。また、SNS の匿名性が過激な言葉を生みやすくしているという指摘もあり。 SNS は匿名なので、つい言葉が過激になりやすいといった意見も見受けられる。誹謗中傷がアーティストに与える影響は計り知れない。心を痛めてるんじゃないか、心を許せる3人の会話も気にしながら本音を話せなくなるんじゃないかと、という心配の声は、誹謗中傷がアーティストの精神的な負担となり、彼らの活動に悪影響を与える可能性を示唆している。 誹謗中傷に対する法的措置が求められており、戸部の弁護士は優秀な方であり、慎重に対応しているとされる。戸部の弁護士さんはかなり優秀な方だと聞いてます。表にこうして発信するまで慎重だった分、どう結果が見えるのか、またそれを見ていかなければという声があるように、法的措置の効果を見守る必要がある。さらに、ファンの民度を上げることも重要であり、 ファンの民度が推しの価値を上げたり下げたりすると思います。といった意見は、ファン自身の行動がアーティストにどれほど影響を与えるかを理解する必要性を強調している。誹謗中傷がもたらす影響は、私たちが普段どれだけ軽視しているかに関わらず、非常に深刻です。特に、芸能界においては、その影響は計り知れません。最近、 ト部に所属するナンバーアンダーライン愛が経験した誹謗中傷の件は、その一例として多くの注目を集めました。この問題に対する意見は様々で、賛同の声もあれば疑問の声もあります。しかし、この複雑な問題を理解するためには、私たち一人一人が深く考え、学ぶ必要があります。まず、誹謗中傷をする人々は、 自分が他者にどれほどの苦痛を与えているかをほとんど理解していないことが多いです。彼らは他人の立場に立って考える能力を欠いている場合が多く、自分の行動が相手にどのような影響を及ぼすかを想像することができません。もしかすると、彼ら自身が孤独であり、他人を攻撃することで注目を集めたいという欲求に駆られているのかもしれません。これは非常に哀れな状況であり、 社会的な孤立が誹謗中傷の背景にあることも少なくありません。このような行為が営業妨害となる場合には法的措置を取ることが必要です。飛べのファンとしては何があってもナンバーアンダーライン愛を支持し続けると決意していますが、それは誹謗中傷に対して声を上げることも含まれます。私たちの応援が彼らの活動を守る盾となるのです。 誹謗中傷の被害者である芸能人たちは、しばしば心に深い傷を負います。盗聴や情報の流出が発生した今回の件も、明らかに悪意を持った行為であり、その背後にある人々の責任は重いです。このような行為が彼らのメンタルヘルスや仕事に影響を及ぼすことは避けられません。ファンとして私たちができることは、温かいコメントを心がけ、彼らの心の支えとなることです。 日本では古くから人の嫌がることはしない、自分がされて嫌なことは相手にはしない、という教えがありました。しかし、いつの頃からかこの教えが次第に薄れてしまったように感じます。これが非常に悲しいことです。誹謗中傷があまりにもひどくなったため、今回のような法的措置が取られることとなったのです。弁護士がその線引きを決めることになりますが、 それも彼ら自身が深く傷ついたからこそ考えられた手段でしょう。誹謗中傷を行うことは他人を傷つけるだけでなく自分自身をも傷つける行為です。嫌いな相手には関わらないことが最善であり無視することで問題を避けることができます。飛べのタレントたちも今が踏ん張り時です。私たちファンは彼らがこの困難を乗り越えられるよう引き続き応援し続けることが重要です。 タッキーこと滝沢秀明社長は、戸部のアーティストたちを愛し、守るために今回の発信を行いました。彼の行動は非常に難しい問題に直面した結果であり、私たちは彼の決断を尊重し、再度自分たちの行動を見直すべきです。言葉には大きな力があり、その力を責任を持って使うことが求められます。誹謗中傷が特に問題視されるのは、 SNS が匿名性を持っているためです。匿名であることが言葉を過激にしやすくしています。しかし、その結果がどれだけ大きな影響を与えるかを理解することが重要です。誹謗中傷を受ける側は、その言葉に深く傷つき、精神的なダメージを負います。特に、日常的に録音された会話が流出するという事態は、信頼関係を崩壊させる大きな問題です。 ファンとして私たちができる最善のことは、彼らの音楽を聴き、MV を見て応援することです。それが、彼らの努力に対する最高の報酬となります。誹謗中傷をする人々は、自分の推しが他人を傷つけることで上がるように見えるだけで、実際には彼らを孤立させ、刺激のない環境に置くだけです。ナンバーアンダーライン愛はそんなことを望んでいません。 彼らにとってファンが誇れる存在であることが私たちの誇りでもあります。誹謗中傷が減少し、より健全な環境で彼らが活動できるようにするためには私たちファン一人一人の努力が必要です。彼らの笑顔を守るためには私たちもまた自分たちの言動に注意を払い、他のアーティストと健全に競い合いながら応援を続けることが求められます。今回の件を受けて、 私たちは再び考え直す必要があります。言葉の力を理解し、それをどのように使うかに責任を持つこと。タッキーやトベの他のメンバーたちが私たちに示してくれた姿勢を見習い、彼らの努力に報いるために、私たちもまた努力を惜しまないことが大切です。誹謗中傷を行うことは、自分自身の価値を下げる行為でもあります。自分の好きなアーティストが誹謗中傷を受けることで、 彼らがどれほど傷つくかを考えることは、私たちファンにとって非常に重要です。ファンの民度が推しの価値を上げたり下げたりすることを理解し、自分たちの行動が彼らにどう影響するかを常に考えることが必要です。私たちができることは、彼らの活動を純粋に応援し、他のアーティストに対しても敬意を持って接することです。それが、彼らが笑顔で活動できる環境を作り出すことにつながります。 彼らが音楽業界で輝き続けるために、私たちファン一人一人の行動が問われています。誹謗中傷をやめ、彼らの成功を共に喜び、支え続けることが私たちの使命です。最終的に、この問題を通じて学んだことは、言葉の持つ力とその責任です。私たちは、自分たちの言動が他人にどのような影響を与えるかを常に考え、健全なファンダムを築いていく必要があります。 それが彼らにとっても私たちにとってもより良い未来を築く鍵となるのです。